中尾敦氏は、日本の財務官僚。三重県総務局長や、福岡国税局長、財務総合政策研究所副所長等を経て、内閣官房、TPP 等政府対策本部国内、調整統括官。兵庫県神戸市出身。1978年神戸大学附属赤市、中学校卒業。1981年名田高等学校卒業。 1985年東京大学法学部卒業。同年大倉省入省。国際金融局配属。1990年高松国税局、八田浜税務所長。1991年大倉省大臣官房秘書課長補佐。1993年大倉省理財局総務課長補佐。1994年大倉省 主計局総務課長補佐。2000年大倉省主税局総務課税制、企画室長兼主税局総務課長。2001年に英国王立国際政治経済研究所研究官。2003年7月国税庁、東京国税局査察部長。2004年7月30県総務局長。2006年30県総務部長。 2007年財務省主計局給与共済課長。2008年財務省主計局主計官。2009年財務省理財局国有財産企画課長。2011年財務省理財局財政投融資総括課長。2012年財務省大臣官房地方課長兼財務総合政策研究所次長。2013年6月内閣。 官房行政改革推進本部国家公務員制度、改革事務局次長兼内閣府大臣、官房行政改革関係組織検討準備室員、2014年国税庁福岡国税局長、2015年から財務省理財局次長を務めていた際に佐川選久支局長の下でなされた森友学園問題に係る文書改ざん問題の監督責任を問われ開国の、 懲戒処分を受けた。2017年人事院事務総局審議官。2018年財務省財務総合政策研究所副所長。2019年財務省横浜税官庁。2020年内閣官房内閣審議官兼内閣官房 TPP 党政府対策本部国内調整統括官。2021年辞職。大倉省入省同期に、 安部哲夫国税庁長,長官、藤井武史内閣官房副長官補、矢野康二財務事務次官、岡村健次財務官、小部春美元財務総合政策研究所副所長、中島純一金融庁長,長官、森田宗夫金融国際審議官、中井徳太郎環境事務次官、岡本直行国土交通省政策統括官、野島徹元財務省九州財務局長、 岸本博史国立印刷局理事長、川島誠造平局理事長、田中秀明明治大学教授など、ありがとうございます。